マドカのいラプンツェル昔、あるところに仲良しの夫婦が住んでいました。二人は長い間子供に恵まれず、毎日神様に子供が授かるようにお祈りをしていました。するとようやく長年の願いが叶い赤ちゃんを授かることができました。 さて、この夫婦の住む家の2階の小さな窓からは、隣の家の庭がよく見えました。とても美しい色とりどりの季節の花や美味しそうなみずみずしい野菜が畑で手入れされているとても整った庭でした。